キュンを与える一言。大好きです。皆さんこんばんは、山本さやかのスパーク始まりました。さて今夜のオープニングはもうちょっとした事故でしたけども、あのバレンタインがねあったということで、なんかあの要望でね、私からあの聞いてくれてるみんなにキュンとする一言みたいなね無茶ぶりが来まして、いやー厳しいっすね。もうなんかね、2年ちょっと前ぐらいまではね、そういうのを全面的にこう出すようなお仕事をさせてもらっていて、むしろそれが仕事みたいなねはずだったんですけど、やっぱ2年もあればもう人は変わりますね。もうそんなことは忘れてしまいました。まあもともとね、あんまりそういうの得意なタイプではなかったですけども、まあその仕事じゃなくなったというか、変わってからね、今のお仕事になってからやるっていうのはもう非常に羞恥心の塊ですね、これは。まあまあバレンタインということなので今日は多めに見て、果たしてキュンとしてくれる人がいるのかどうかわかんないですけども、まあまあバレンタイン気分をね、過ぎてはしまいましたけども感じてもらえておれば幸いです。体張りました、久しぶりにはい、まあそんな私山本さやかですけれども、先週ですね、私の新曲ドラマチックに乾杯を初オンエアさせていただきました。こちらね、あのたくさん反響いただきまして、聞いてくださった皆さんありがとうございます。なんか SNS とかメッセージとかもそうですね、私もあのリアルタイムでね覗きながらみんなのリアクションをね拝見しておりました。そちらね後ほど紹介しますので、待っていてもらえればと思います。そしてですね、今日はさらにあのスタジオにね、私の、まあ、仕事の相棒を連れてきました。相棒って何かわかりますかね皆さん。これでも分かりましたかね。そうなんです、あの今日ギターをね持ってまいりました。はあ、これも初めてですね、初めて最近多いですけれども、まあなかなかねなんかやりたいなと思いながらもあんまりこうラジオで歌をお届けするという機会なかったのでね、まあ今日はそのスパークボックスのコーナーでちょっとねギターにまつわるお話なんかをしつつ、弾き語りももしかしたらしちゃうかもということなので、皆さん最後までぜひぜひお聞き逃しなく、この後1時までスパークにお付き合いお願いいたします。さて今夜のメッセージテーマはですね、キュンしてますです。昨日日曜日はバレンタインデーでしたが、皆さんどんな風に過ごしにいたのでしょうか。コロナ禍なのでね、会って直接チョコを渡したりっていうのはなかなかもしかしたら難しいかもしれないんですが、そんなバレンタインを受けてのキュンなエピソードはもちろん、ジャンルレスで最近キュンしたことを教えてください。日常でねいろいろあると思います。まあそういう恋愛シーンだけじゃなくても映画ドラマ見たりとか、あとはペットね、ワンちゃん猫ちゃんの仕草にキュンってしたりとか、あとは素敵な音楽に出会ってキュンしたりなどね、たくさんあると思いますので、みんなが最近キュンしたことをエピソードとともに教えてください。お願いします。今日のオープニングでキュンしましたって来ますかね、そんなメッセージ。まあ社交辞令として受け取ってはおきますけども、まあどうでしょうか。まあそんなメールもお待ちしておりますよ、慰めてくださいはい、なので皆さんお待ちしております。そして今日もメッセージ紹介させていただいた方全員に番組ステッカーもプレゼントいたします。メッセージの送り先はツイッターの方、ハッシュタグは SP813、 そしてハッシュタグ JWAVE をつけてつぶやいてください。すべて小文字でお願いします。また番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオからも送ることができます。そちらからもお待ちしております。
山本さやかのスパーク。さて今夜のオープニングはですね、まあ私といえばまあ漫画とかアニメとか好きっていう印象をね持ってくださってる方も増えてきたかなと思うんですけども、今日もね1曲目アニメの主題歌にもなった、楽曲をお届けしたいなと思うんですけれども、もうね懐かしい名作ですね。あの当時私も見てたんですけど、また見返したいなって。今の時代サブスクでねもう昔の作品とかにも触れられるので、またこう改めて触れたいなって、思う今日この頃でですね、作品もですねすごい大作なので、まあなかなかこうしっかり時間を作らないと見るの難しいなって思ってるので、はい、まあこの機にね見たいなと思っておりますので、その曲をね皆さんにも味わってもらいたいなと思います。聴いてください、ポルノグラフィティでメリッサ。グラフィティでメリッサをお送りしました。今本さやかがお送りしているスパークマンデー、それでは早速皆さんからいただいているメールを紹介していきます。テーマはキュンしてますです。こちらラジオネーム太郎さん、さやかちゃんこんばんは。こんばんは、私のキュンはうちのペットです。6年ほど前から飼っているミニウサギなんですが、小屋から出した時に私の後をぴょこぴょこついてきたり、ソファーに座ってると真横でぴったりくっついてなでなでを強要する、ちょっとわがままで甘えん坊なところにキュンキュンしています。さやかちゃんの愛犬ネオンちゃんの一番のキュンポイントあったら教えてください。もうね、動物はもう存在だけでもキュン癒しですからね。ミニウサギちゃん、かわいい。今ね、参考画像を見てるんですけど、めっちゃかわいいですね。はぁ、いいですね。私も、一番のお兄ちゃんが、ウサちゃんを飼っててですね、何回かね、お兄ちゃん家に行って、私もね、こう、かわいがったことあるんですけど、ほんと、ちっちゃくて、もふもふしててね、かわいいですよね。ウサちゃんも、あれなんですね。なでなでをこう、強要してきたりとかするんですね。ワンちゃん、うちもね、実家でワンコを飼ってるんですけど、ネオンって言うんですけどね。ネオンは、スススススって寄ってきて、まあ、顎の下をなでられたりとかするのがすごい好きで、こう、なでてあげて、で、途中でやめると、こう、手でね、ちょんちょんって私の手を触ってきて、もっともっとって言って、またちょっとなでて、またやめたらちょんちょんってね、なでろうって言ってくるんですよ。それが本当に可愛いですよね。それしてほしいがためにこう早めになでなでをやめるっていう、まあはねついついしちゃいますね私も。でもウサちゃんもそういうところあるんですね。知らなかった、それは可愛いわ。確かにキュンですね。いいですね。しかもぴょこぴょこついてくるんや、めっちゃ可愛い。いいですね。わあ、私はなかなかねもう実家に帰る機会もねどんどん減ってきちゃったんでね、はあ、ネオンにね会えるタイミングが減ってきちゃったんでね、動画とかでね日々癒されてはいるんですけどもね、ぜひねたくさん可愛がってあげてください。いや、なんかもうこのメッセージだけで私ももうキュンです。ありがとうございます。続いてラジオネーム千穂さん、さやかちゃんこんばんは。こんばんは。私がキュンとしたことは名前の呼ばれ方です。私の職場では名字にさんをつけて呼ぶのが一般的なのですが、職場の先輩数人からは名前にちゃんをつけて呼ばれます。事務所では〇〇さんなのに、廊下や給湯室で会った時には〇〇ちゃんと呼ばれると思わずキュンとしてしまいます。見た目も爽やかでイケメンな先輩だとなおさらキュンしてしまいます。さやかちゃんは名前の呼ばれ方でキュンとしたことはありますか？またどんな呼ばれ方だとキュンとしてしまいますか？やっぱりさやかちゃんなんですかね？教えてほしいです。確かにね、これのずるいところはやっぱ使い分けられているというところ。普段から一貫されてたらまあそこまでね、まあ嬉しいとは思うんですよ。もう私もねちゃん付けで呼ばれるの好きなんで、ちゃん付けで呼ばれること自体もキュンってするんですけど、まあやっぱそのね、使い分け、普段は違うのに、なんかこういう時にはこうっていうね、呼び方をこう使い分けるっていうのがやっぱキュンかな。そうやったらね、さんでもちゃんでもどっちでもキュンってしちゃいますよね多分ね。はぁ、いやでも確かにね、先輩とかにされたら
急します。なかなか私は先輩、あんま先輩、もちろんバンドメンバーとかね、大先輩の方々はいるんですけど、こうなかなか近い存在の先輩というか、年齢が近かったりとかっていうのは、まあグループ卒業してからなかなかなくなってしまったので、いいですよね、そういうの。ちょっとこう学校の名残みたいな思い出しますね。確かに、はあ、先輩とかってなんかね、すごい大人に見えたりとかしますもんね、いつまでたってもね。そういう人にですね、キュンとくる呼ばれ方で呼ばれたら、それはキュンとしますわね。どんな呼ばれ方だとキュンとしてしまいますか。あー、どうかな。でもなんかもう一周して山本さんとかがもはやキュンとしてしまうかもしれない。なんかまあ、さやかちゃんとかは適度な距離を保ってくれてる感があって、女性にしても男性にしてもなんかこう紳士的だなっていうキュンがあるんですけど、だからもうそれを通り越した山本さんっていう、こうなんか果てしなく遠い距離を感じるし、なんかこうこれからこのなんやろ、呼ばれ方で感じる距離っていうのは埋まっていくのか、それはなんか埋まろうとも埋まらなくても、なんかね、その妄想だけでちょっとキュンとしてしまいますね。山本さんって呼ばれることはもう ないんでね、あんまり。まあさやかさんか、さやかちゃんですかね、身近な人だと。だからなんかいいですよね、山本さんもね。一周回りました、これは。少数派かもしれないですけど、でも呼ばれ方っていうのはあるんじゃないですか、みんなそれぞれね。呼び捨てとかもね、場合によっちゃキュンとくるだろうし。いいですね、みんなキュンしてますね。キュンって大事ですね、やっぱ日頃ね。もうなんか私とかキュンを探すもうことがなんかもう大変ですもんね。わざわざそう見つけようとしなくなってしまったんでね。みんなのメールにキュンしてます、みんなありがとうございます。メッセージ紹介させていただいた方全員に番組ステッカープレゼントします。ではここで一曲お届けしたいと思います。私も5枚目のシングルのカップリング曲で一緒に制作をさせていただいたシーズさんの楽曲になります。こちら2月17日水曜日にリリースになる新曲です。聴いてください、シーズで追い風。シーズで追い風お送りしました。山本さやかが J-WEB からお送りしているスパーク。さてここでお仕事の近況です。先週初オンエアさせていただきましたドラマその女ジルバの主題歌ドラマチックに乾杯、こちらたくさん反響いただきました、ありがとうございます。ここでね、紹介させていただきたいと思います。ラジオネームはるさん、さやかさんこんばんは。こんばんは。ドラマチックに乾杯最高でした。いつもドラマのエンディングのいいとこでさやかさんの曲が流れて、あ、もう終わりかと思いながら耳を澄まして聞いていたけど、やっとやっとしっかりと、しかもフルで聞けてよかったです。ブラスアレンジで明るくて元気が出るメロディーで、最後の何があっても明日も笑えてればいいのよ、私たちまだこれからでしょ、これからでしょっていうので、よし明日も頑張ろうって前向きになります。明日も元気でいよう、そう思いました。そして開口の刺激、オーディナリーにバイバイ、メランコリックな刺激の言葉の選択がすごすぎると思いました。どこからそういう発想になるんですか。いつも素敵な楽曲をありがとうございます。ありがとうございます。わー、すごくぎっしりね、素敵な感想ありがとうございます。そうですね、私もね、やっとこうね、みんなに楽曲をね、フルでちゃんと届けられるっていうのはね、嬉しさがありましたけれども、そうですね、もう本当になんかもう底抜けにこう明るく前向きになってもらえるような曲にしたいなっていうので、歌詞も、サウンドもメロディーも作ったので、そういう風なね気持ちになってもらえていて非常に嬉しいです。よかったです。まあ、歌詞のね選択すごすぎる。いや、めっちゃ嬉しいですこれも。でもそうですね、まあ、私はあれかな、もしかしたら曲線やからこういう風なこう言葉並びっていうのが、まあ、できてるのかなという風にも思いますね。まあ、割とサビとかだと
なんて言うんでしょう、同じメロディーにやっぱ同じ言葉をはめるのは簡単ですけど、こう違う言葉をこうはめることの、なんやろ、遊びみたいなね、ちょっと楽しさっていうね、遊びみたいな感覚でこう作っていってるので、まあなんかちょっと違うかもしれないんですけど、まあその韻を踏むとかね、ラッパーさんの違う言葉で同じ母音で韻を踏んだりとか、それも同じ決まったルールとなんか自由とっていうのがこう混ぜ合わされているものかなと思うんですけど、それと一緒でそういう感覚で書いているので、なんかなんとなくそういう風に、なんだろう、面白い歌詞ができてるのかなっていう風には思いますね。まあ、逆にね、曲線なんで、まあ、視線やったらもっと自由に歌詞書けるのになとは思うんですけど、なんかその決められたルールの中で、枠の中でこう決めていくっていう楽しさも、それはそれであるなっていうふうに思いますね。素敵なね、細かいところまでね、感想いただいてありがとうございました。まだまだね、聞き込んでいただいたら新たなこう発見とかもね、あるかなと思います。歌詞にしろ、アレンジにしろね、ぜひぜひいっぱい聴いてくれたら嬉しいです。そしてそんなドラマチックに乾杯が昨日から先行配信スタートしております。さらに先ほど9時よりミュージックビデオの方も解禁になりました。皆さん見ていただけたでしょうか。今回結構ね、いろんなシーンが入ってきてます。運転してるシーンだったりとか、お馬さんとじゃれてるシーンだったりとか、あとは夜にね、花火でこうチカチカとね、眩しさを演出したりとか、夏じゃない、またね、そこが良さもあるなっていう風に感じたりもしますし、今回初めてかな、女性監督さんで撮っていただいたので、またこうね、男性監督さんに撮ってもらうものと、なんかね、言葉にするの難しいんですけど、こう画質感とか、ちょっとしたこうシーンの切り取りとかが違って面白いなというふうに思いますので、まだ見てないという方はぜひミュージックビデオの方もチェックしてもらえれば嬉しいです。8ミリビデオ、あ、そうそうそう、それも使ってるんですよね。なんかこうちょっとフィルムっぽいね、感じのシーンだったりとか、写真のようなね、写真をこう連続でこう繋げたみたいなシーンもあったりとかして、なんかほんとエモい。し、なんか結構最近だったらね、使い捨てカメラ、フィルムカメラとかも流行ってたりとかするので、そういう今っぽさもある映像かなというふうに思いますね。めちゃくちゃ気に入ってます。お気に入りのシーン。そうですね。なんかその、結構撮影中は、なんて言うんですかね、こう真珠、パールを手に取って思い詰めるような、こう表情をしたりとかって、撮ってる最中は割とこうシリアスな、なんか映像になるのかなっていう風に思ってたんですけど、まあ、いざこう完成したのを見ると、全然思ってたのと違ったなっていう風に、明るい感じに仕上がってたので、そこもギャップがあってよかったなと思いましたし、ダンス、またちょっとね、フリーダンス、ダンスと言ってんのかわかんないんですけど、軽くこうステップしたりとかしてるシーンとかもあるので、それも曲にぴったりだなと思っております。はい、その他詳しくは私山本彩子のホームページをチェックしてください。ではでは、ここでそんな2月24日にリリースになる新曲お届けしましょう。聞いてください。山本彩香でドラマチックに乾杯。山本彩香でドラマチックに乾杯、お送りしました。こちらのカップリングには NHK みんなの歌のために書き下ろした僕はおもちゃ、そしてシーズ井上龍馬によるプロデュース曲オアシスも収録されます。 J-WAVE スパーク、お知らせの後はスパークボックスのコーナーです。ギターにまつわるお話や弾き語りもあるかもです。この後は CM 行ってみよう。 81.3 J-WAVE スパークオンエア。
六本木ヒルズ J-WAVE から山本彩香がお送りしているスパーク。それではこちらのコーナー行ってみましょう。スパークボックス、皆さんの夢を叶えるスパーク。このコーナーは若い才能を募集するスパークボックス。月曜日は弾き語り音源、また私山本さやかの楽曲のカバーやアレンジリミックス音源など引き続き募集しています。そんな中、今日はスペシャルバージョンです。はい、先ほどから何度かね弾いてはおりますけども、こちらギターを持ってきました。もう普段レコーディングやらライブやらで愛用しているギターになります。マーチンというブランドの D28 という、ギターになるんですけども、結構ね、もうまあ割と有名な、はい、ギターになってて、まあ音楽番組とかレコーディング現場とかでもですかね、結構使ってるとね、あ、D の28みたいな感じでね、いろんな方にこう声をかけていただく、本当にみんなに愛されてるギターだなと。28って言うんですよね、28をね。D の28です。っていう感じでね、大体そういう会話からこう始まり、なんかね、いろいろ音楽の話とかをね、してますね、現場では。もう本当にもうオーソドックスというか、定番の音っていう様子もありますし、もう一つ一つの音がね、すごくもう粒立ちもいいですし、柔らかい音も出せるし、弾き方によってはね、結構ガツガツした音も弾けたりとか、本当にね、万能な一本かなと思っております。これに決めたポイントですか。そうですね。何年か前なんですけど、何本かこう弾いてみた時に、一番こう自分の手にしっくりきたというか、ハマりが良かったですね。大体まあ、アコギとかって、まあ私とか女性、手がちっちゃい人とかには、まあネックも結構あんま太かったりとかすると弾けづらさもあるし、あとはボディも結構大きいのが多いので、あんま大きすぎると、こう座って弾くときとかの収まりが良くなかったりとか、そういう、ボディ面もありますし、あとは音、がやっぱり良かったなっていう風に思いますかね。結構割とチャキッとした方のギターを先に持ってたので、アコギに関しては、こういうマイルドなのが欲しいなという風に思ってたので、その時ね、これに出会い決めました。あー、楽器屋さんとかで試奏するのに決まったフレーズあるかみたいな。まあ、そうですね。あるっちゃありますけど、なんか恥ずかしくないですか、そういうのって。なんか、たらでさえ思想、お店で思想するのってちょっと勇気いりません？どんだけライブとかしててもやっぱあの空気ってまたね、ちょっと違うというか、お客さんがいればね、より一層そうだし、店員さんとか、こうプロの目がね、こう、まあ普段からそうなんですけど、間近にあるっていうのは、そんな中に弾くっていうのはまあ、あれですけど。みたいな。感じのいつも弾いてますかね。とか。とかかな。とか。結構まあ、そうですね。アルペジオ弾いたりとか、まあ、ピックで弾いたりとかしながら、聞くかなっていう感じですかね。それでは、そんなお話をしたところで、弾き語りの方に行ってみたいと思います。それでは聞いてください。山本さやかで、愛なんていらない。
山本さやかで愛なんていらない弾き語りバージョンをお届けしました。いやー、どうだったんでしょうね。えなんか、いや、ラジオで弾き語りは本当にね、史上初かな、自分の中で。なのでちょっとね、緊張感もありますし、どう届いているんだろうっていうね、まあ不安もあったりもするんですけれども、なんかこう、またこのね、ここから届けるっていうのがまたなんかいいなっていう電波を感じますね。しかもこの時間にね、この曲ですから、なんかちょっと私もね、歌いながら染みる部分もありますね。ちょっとでも皆さんにライブ気分を味わっていただけていたら幸いです。スパークボックスでは皆さんからの弾き語り音源や、私山本さやかの楽曲のカバーやリミックス音源などを募集中です。番組ブログに詳細ありますので、ぜひそちらをチェックしてください。山本さやかがお送りしているスパークマンデー、皆さんからいただいているメールを紹介していきましょう。テーマはキュンしてますです。ラジオネームリサッチーさん、さやかちゃんこんばんは。こんばんは。私が自衛隊で体験したキュンです。6期下の後輩と木材を扱う仕事をしていて、私は手袋をしていなかったので、後輩に、ねえ手袋貸してよと手を出しました。するとその後輩は手をグーにしてお手をしてきました。もう一瞬にして心をつかまれました。冷静に考えると6期下に舐められてるなぁと思いますが、さやかちゃんが好きな筋肉とワンちゃんが掛け合わさった男性からのお手、キュンですか？うわー、すごーい。これはもう付き合ったんですかね、この後どうなんですか？ちょっと悪いなー。まあまあ、その本当にいい意味でですよ、悪いなーって。これはちょっとずるいですよね。こういうことするって悪ですよね。なんか慣れてんのか、お、わからんけど。いやー、しかもなんかね、こうお仕事中っていうのが、そういうなんていうの、アンテナ多分あんま張ってない時に、こう何気なく言った手袋貸してに、まさかそんなことが返ってくるとは思わないところに、そうやってやってくるっていうのはね、ずるいわ。これはなんかいいじゃないですか。ちょっとよだれが出てきてしまいましたけど。
いいですね、なんかそれはキュンですわ。マッチョが、鍛えられたマッチョがワンちゃんのお手をしてきたっていうね、なんて可愛らしいエピソードでしょうか。ありがとうございます。進捗どうなんでしょうか。またぜひ教えてください。続いてラジオネームかなさん。さやかちゃんこんばんは。こんばんは。私が最近キュンとしたことは学校の先生との出来事です。1月に英検2級の一次試験を受けたのですが、リスニングが全く聞き取れず絶対に落ちたと確信していました。それから数週間が経ち、英語の先生に結果を伝えてもらう時が来ました。先生が静かに近寄ってきて、英検の結果知りたい?と聞かれました。先生があまりに小声だったので、私はああ落ちたのかと思いました。私はから元気で落ちた?と聞くと、先生は去り際に私の頭をポンポンしながら優しくおめでとうと言ってくれました。その先生は女性の先生なのですが、あまりのスマートさにキュンとしました。逆に女性にキュンとしたことはありますか?これはやばい。マジか。いやね、勝手に男性かなって思ってたんですけど、女性か。めっちゃかっこいいですね。うわ、なんかもうこのエピソード完璧じゃないですか。落ちたと思っていたら受かった上に、その受かったという報告のされ方がめちゃくちゃいい。うわー、すごい。先生、下げてからの上げってやつですよね。いや、おめでとう、おめでとう、いろんな意味でおめでとう。受かったのもおめでたいし、なんかね、はあ、いいですね。学校にもそういうキュンが落ちてるんですな。女性にキュンとしたこと、これまでも全然全然あるんじゃないですか。年上だろうが年下だろうがありますよ。私はなんならね、本当に8年間女の子だけのグループに在籍してましたから、そういうのはねありました。そう、女子校、そうでしたね。グループに入る前も女子校だったんで、そこもありましたし、女性にキュンとしたこと、まあもう単純に学生時代、そうね、なんかすごいスポーツ万能で、割とこうちょっとボイシーな女の子がいたんですよ、女子校時代。で、なんか体育祭の時に、まあリレーの選手にその子がなっていて、で、予選とかだったかなに、一回めっちゃ足早いんですけど、こけちゃったんですよね。こけて、ちょっと、まあ、せっかく足早いんだけど、それがあったせいで、ちょっとなんか結果が悪くなってしまって、で、またその、チャンスが来たって時、来るって時に、その子が、なんか私に拳に、なんかもう頑張れって書いてくれ、みたいなことを言ってきて、私はもう、その時だいぶもうすでにキュンキュン来てるんですよ。で、いざ書いて、で、頑張ってって言って送り出したら、その子が見事1位でゴールをして、キューンってなりましたね、その時は。青春ですね。まあね、なんかこう、学生時代、若い時ってこうなんかやっぱ足早い子がモテるとかね、そういうのありますけど、やっぱかっこよく見えますよね。こう活躍をしてくれる姿っていうのは、なんかいいコーナーですね。満たされますね。皆さんのメールのおかげです。私に癒しを、皆さんありがとうございます。メッセージ紹介させていただいた方全員に番組ステッカープレゼントします。それではここで一曲お届けしたいと思います。キュンなお話をねたくさん聞かせていただいた後なので、キュンとする楽曲を聴いてもらいたいと思います。バックナンバーで花束。で花束をお送りしました。スパークマンデー、山本さやかです。ではここでスパークと講談社の小説投稿サイトノベルデイズによるコラボレーション企画いきましょう。題して、山本さやかが心を乗せて読む深夜のほっこりショートコンテスト。今日はポテト46ポテトさんの作品、タイトルはロングインタビュー。では朗読していきたいと思います。密着取材ですか、私なんかに。物好きもいるものですね。
他の方々の方がずっと目立ってるのに、きっと面白くないと思いますよ。私、引っ込み思案というか、実際そんなに目立ちたくはないんですよ。派手が苦手というか。あ、いや、別に他の方々の悪口とかではないんです。すみません。私、姉妹もたくさんいるんですけど、みんなやはり控えめというか。今、地味って言おうとしませんでしたか？わかってますから大丈夫ですよ。他の方々についてどう思うかですか？一つの目標に向かって、わーっという感じで、すごく情熱を感じますよね。私にはそういうのはないので、少し憧れもあります。なんというか、私が思うに、アイドルグループみたいな存在なんじゃないかな。わかりにくいですか？大勢で集まって、練習して、披露して、盛り上がるという流れが、なんかアイドルグループみたいでかっこいいんですよ。私には無理ですけど。別に、卑屈にはなってないので大丈夫です。姉妹についてですか？みんなそっくりなんですけど、微妙に違うんですよ。見分けですか？なかなかつきにくいと思います。ただ、パッションというか、あ、すみません。最近覚えた単語を使ってみたくて、つい。意味違ったらすみません。魂の叫び声と私たちは言っています。大げさですか？そんなことありませんよ。そうだ。私たちの場合、ダンサーに近いんじゃないかな。たった一人で舞台で踊るんですよ。孤独なダンサー。まさに全身全霊をかけて。え？かっこいいですか？ありがとうございます。でも実際、うまくいったり、いかなかったりなんですよ。いかなかったら最悪ですけどね。それは、怖いです。これでも、人生かけてるんですから。もう出番ですか？私、口下手だから、退屈したでしょ？それじゃあ、行ってきます。最後までインタビュー続けるんですか？じゃあ、私の魂の叫び、見ていてくださいね。最高の、ダン。ぽたりと赤い光が地面に落ち、インタビューは途中で終了した。彼女の名前は、線香花火。お送りしました。今日のほっこりショートストーリーはポテト46ポテトさんの作品、タイトルはロングインタビューでした。めちゃくちゃドラマチックなお話でしたね。意味もなんかこう伝わりますよね。その他のこうなんていうんですかね、花火がこうキラキラとこう華やかなもので、自分は決してそうではないんですけれども、こう本当に思いの丈をこう魂でね、こう叫び踊る、しっかりとこうやっぱ思いとかそういうものって見栄えとかね、そういうものに比例しないんだなっていうねところは感じますよね。もう線香花火は変線香花火にしかない情緒というか、そういうものがね感じられますもんね。いいですね。素敵なお話でした。愛子さんの楽曲もね、こう切なさもぴったりの楽曲でしたね。ポテト46ポテトさんには副賞をお送りいたします。ありがとうございました。
これまで選ばせていただいた作品をもう一度読みたいという方、講談社ノベルデイズのサイトに受賞作品の紹介ページもありますので、そちらでぜひチェックしてください。そして、もののつぶやきをテーマに皆さんから投稿いただきましたが、一旦締め切らせていただきました。番組では今後もいただいた作品の中から朗読させていただきますので、どうぞお楽しみに。山本さやかのスパークマンデー、お知らせの後は、エンディング！よう！JA部から山本さやかがお送りしてきたスパークマンデー、そろそろお別れのお時間です。今日は特別な日になりましたね。初めての弾き語りありましたから、私のたくさんねラジオ出させていただいてきたんですけども、初めての経験っていうのはね、やっぱりいいなと思いますよね。なんかそういうねこともどんどんね機会増やしていけたらなと思っておりますので、皆さん今後もどうぞよろしくお願いします。そして次回のスパークマンデーのメッセージテーマですが、〇〇に乾杯です。ドラマチックに乾杯リリース直前スペシャルということで、こういうテーマになりました。今はなかなか難しいご時世ですが、おめでたい時とかは誰かと乾杯したいですよね。皆さんの最近あった嬉しい出来事、祝ってほしいことなどを大募集します。春からね進路が決まったっていう方もいらっしゃるかもしれないですし、受験生もね結果が出る頃だと思うので、ぜひ私もね一緒に乾杯させてください。久々に逆転しちゃってもいいですもんね。みんなの声聞いたりね、お楽しみにしていてください。またふつおたは随時募集していますので、番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオからもぜひお待ちしております。さて明日のスパークはポルカドットスティングレイのしずくさんが担当、そしてこの後1時からはキングスプレイスフォーリミテッドサザビーズのゲンさんが担当です。引き続き JWAVE で楽しんでください。それではまた来週お会いしましょう。山本さやかでした。バイバーイ。皆様こんにちは、山本さやかです。新曲ドラマチックに乾杯を発売しました。この楽曲はドラマその女ジルバの主題歌として書き下ろしをさせていただきました、内容はですね、歌詞もアレンジもですね、とっても華やかでめちゃくちゃ元気いっぱいのものになっていますので、この曲を聴いてくださった皆さんが少しでも自分に自信を持ってくれたり、明日が楽しみになってくれるような、そんな曲になっていけば嬉しいなと思っていますので、ぜひ聴いてください。以上、山本さやかでした。